三角比の拡張についての第2回テキスト丸2ページを開いてください。えー、例が最初に載ってますね。θ、えー、イコール120度の時にこの120度についてのサインコサインタンジェントこれを求めなさいっていうことです、えー。定義に基づいて、えー、いきなり右ように半径2の半円周上っていうの半径2ってなんで半径2なのか ちょっと最初はびっくりしますね。この2行目の半径2というのは、後でそのからくりがわかります。今、本当はどんな半径でもいいんですけど、半径2の円、えー、というのを考えさせてくださいで。どうして2にあるか、後でわかります。でその半円周上に、角 AOP、点 A を点20としておいてですね。で、O が原点です。角 AOP が120度と,となるような点 P を取る。 え、図を見るとわ分かりになりますね。半径2の円上に、角 AOP が120度。そういうふうに点 P を取ってやると、点 P の座標はどういうふうになるだろうかと。というと、120度の角度に対して、その補角というのに当たるもの。えー、角 AOP を180度から引いた方の角それが60度になります。で、一角を60度とする、 直角三角形。上の方の図の直角三角形。下の方の図に切り抜いてきてやります。で、斜辺が2ですね。で、斜辺が2で、一つの角が60度っていうことですね。一つの角が60度の直角三角形っていうのは、2対1対ルート3。そういう比を持つのでしたね。これは、その直角三角形についての基本的な事実の一つであります。えー、正三角形の半分だから、2対1対ルート3。 こういう、日比になるんだ、ということですね。そうすると、このことに、あらかじめ分かっていると、4行目。点 P の座標は、点 P が Y 軸より左側に来ているわけですから、そうしたら従って点 P の X 座標はマイナス1。Y 座標はルート3。こういうふうに分かるということですね。この時に OP の長さを2というふうに取ってますので、7行目、8行目あたりにある図のようにですね、 x 座標、y 座標がそれぞれマイナス1、ルート3というのがパッと出るわけです。もし OP の長さが2でないとすると、例えば OP の長さとして1を取ってきてしまうと、点 P の座標はマイナス2分の1、x 座標はマイナス2分の1、y 座標は2分のルート3。こういう分数を使わなきゃならなくなりますね。あるいは OP の長さを3なんていうふうに取ってやったとすると、OP の長さが3であったとすると、また点 P の x 座標、点 P の y 座標、 それが、それぞれ、めんどくさい形で表現されるということになるわけです。OP の長さを2としておくと簡単だということですね。だからこの、実は2行目の半径が2の半円周上2ってこの段階で実は7行目8行目のあくらいにあ、このあたりにある図、2対1対ルーツ3。この図のことが念頭にあるということなんですね。 で、そういう風にして、まあ、点 P の X 座標、Y 座標が分かりますと、サインの120度、7行目ですね。それは R 分の Y ってなるわけですね。R 分の Y。丸1ページの20行目。R 分の Y。2分のルート3。コサイン1 2 0度は R 分の X。えー、2分のマイナス1。がってマイナス2分の1。タンジェント1 2 0度はマイ <coughs> X 分の Y。 でありますから、マイナス1分のルート3で。こういうふうに計算されるということです。でこのような例をですね、いくつか基本的な具体例を通じてしっかりと身につけていただきたいと思います。えー、そういう意味で9行目の問い、まあ、必須問題と言っていいでしょう、えー。都合の良い半径を考えてやる。例えば135度の場合は半径がルート2の円を考えるとうまい。150度の場合は半径が2の円を考えるとうまいで。こういうこと。えー、これはその、 種は、種と仕掛け。これはあ、皆さん自身もですね、慣れるに従って何でもないっていうふうにお,お分かりになるはずです。さて、10行目。で、このような三角比の定義において、R というのは半径、円の半径であります。あるいは半円の半径でありますから、必ず0より大でありますね。そうすると、丸1ページの20行目のこの定義から、θ ターが A 角の時には、 当然、X と Y は正でありますから、サイン、コサイン、タンジェント全部正であり、えー、正であるわけですね。13行目の結果はもうあまりにも当たり前。で、他方、たが鈍角の場合、えー、鈍角というのは、まあ、90度より大、180度より小という角ですね。そういう角度につきましては、X が負、Y が正。つまり、第二象限ですから、X が負、Y が正って必ずそうなるわけです。 点 P の X 座標、Y 座標ですね。第二証言に点 P があるわけですから。で、そういう、ということはですね、丸1ページの20行目の定義において、サインの値はやっぱり正だと。Y は正ですから。他方、コサインの値は負になると。タンジェントは、えー、正の数を負の数で割って、がって負の数になるというわけですね。さらに、拡張された三角比に関しては、 16行目のように、シーターが0度とか90度とか180度、こういう角度についての三角比も定義できるということがとても大切なことですね。サイン0度、例えば A 角三角形で直角、あその直角三角形を考えるときには、角度が0度のを A 角に持つ、そういう三角比なんだ。考えることができないわけです。で、しかしながら0度に対応しては点 P がどうなるか。 1> 丸一ページの上の方の図を見てください。θ ーーが A 角の場合、A 角がどん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 減ってって、θ ーーが0になった時で、点 P が点 A に一致するわけですね。点 A に一致するということは、点 P の座標、X が R、Y が0となるということです。で、X に R、Y に0を代入することによって、丸一ページの20行目の結果ですね。この20行目の定義。えー、これに、 えー、x に r, y に0を代入する。そうすると、sin 0度は r 分の0、従って0。えー、コサイン、えー、0度は r 分の r 従って1。タンジェント0度は、えー、r 分の0従って0。こういうふうに分かるというわけですね。また同様に、えー、サイン90度は1である。コサイン90度は0である。タンジェント90度は定義できない。 これは、丸1ページの23行目、24行目で述べたことです。そして、180度のサインの値。180度の場合については、丸1ページの下側の方の図において、P がさらに左下にこうツッツツツツッとこうずれていって、点 P が半円のもう一つの端点、マイナス R0 っていう点に一致した場合、それがシータが180度の場合。ということは、X がマイナス R。 y が0の場合でありますね。で、x が2マイナス r, y に0これを二重行目の式に代入することによって s i n 180 °は0 c o s i 180度は°はマイナス1タンジェント180 °は0である。こういう結果が導かれるというわけです。三角比をですね、こういうふうに座標平面を用いて定義することによっておよそ三角形が謎が作れない そういうような場合についても三角比が定義できたということですね。ちょっと大人になった気分ではないでしょうか。